リーポッターのエリアで新しくワンドマジックっていうストリートエンターテインメントが始まっています。これは杖を使ったストリートエンターテインメントなんですけど、その杖はこの私の後ろのこのお店で買うことができます。早速中を少し紹介します。ここでたくさんの杖の中から自分に合った杖を1つ見つけ出してください。お値段は4900円のものがほとんどだったんですけど、1つ4500円のも発見しました。杖をここで買うと地図がもらえるんですけども、その地図を見て6箇所魔法が使えるところがあるので、そこを探しに行きます。自分だけの杖を見つけることができたら、ぜひこのハリーポッターのエリアで6箇所見つけて新しい魔法を使ってみてください。